4月6日の、天気の解説です。まずこちら今日の実況ですね、急激に寒くなっているのはこの、発達した、低気圧から、大陸からのこの冷たい寒気が入っているので、寒くなっています。で、今日は、高気圧、移動してきまして、この低気圧が、日本海、日本海では太平洋側に出てくるので、今日の、夕方ぐらいまでは、穏やかな天気となりますが、非常に寒い天気となっております。で、これは今晩ですね、気圧の谷が、ちょっと発達しますので、これに対して西風が、吹きます。で、今晩はちょっと雨が降る可能性があります。で、雨降った後は、また、西高東低の気圧配置になります。こちらが明日の気圧配置です。西高東低の気圧配置になって、北西にの風になります。高気圧が、また西から、来ますので、天気は回復していきます。曇りですけど、晴れ間が、出てくると思います。で、南の方、台風できてますが、これはもう貿易風に乗ってこっち向いて、行きますんで、これは問題ないです。で、明日は一日通して北西の風、これは白浜の天気です。